どうも、新宿アボイ金木です。以上です。新宿アボイの中年の市長でございます。はい、ね、いやもないですけどね。なんか完全になんかもう浅草って外国人の人が歩いてる方が多いね。ねえ、いやすごかった。日本人より多いし今やっぱりどう見ても、うん、完全に元の浅草の雰囲気戻ってきたね。外国人がすごい多いっていう。だって今日この建物入る時ものすごい大量の外国人がゾロゾロ出てきたの。入り口からの、うん、欧米な感じのね。出口から出ないといいね。あ、いやもうあれ出口入り口の概念あそこもなくなったんで。あ、そうなんだ。もうこの建物、うわ、はい、もうそれもないんですよ。だから全然どっから行ってもどっからでいいんだ。あ、あれそう、まあ、だからそれわかんないから、うん、まあ、悪いなと思ってたけど、あ、すごい、ね、あ、いいんですよ、ね、すごい出てきたね、ゾロゾロ、うん、何があるんだろうね。いやだからいや何って、多分上行って何やん。いやいや、スカイツリー見たりとか、カフェもあるしね、カフェ的な。ああ、そんな感じ、うん、そうそう、私一回だからどんなものなんかなと思って一回行きましたもん、いつだか。へえ、うん、そんな感じなんだ。そう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 。あとはな、うん、なんかねあったりしたけど、いやだいぶ変わった、ね、やっぱこういうザ観光地っていうのはやっぱり行きたいもんなんかね、来るもんなんかね、絶対。いやー、行ったら定番の、定番でやっぱり来るでしょう。やっぱりほら浅草なんてね、この雷門なんて有名だから、まあね日本のなんか象徴みたいな、うん、そうそうそう、イメージってあるよね。うん、いや外国人は特にね、こういう建物とかそうだし、別に日本の人でもね、うん、あの東京以外から来る人は、ああここよくテレビで見る場所だよねとか、そうそうそう、意外とそういうのでさ感動するからね。そうそう、それは僕もどっか行った時に、あれこれテレビで見たことある場所だとかって、やっぱりちょっとね、やっぱアメリカ行ったらハリウッドっていう看板のとこ行きたいよな。ああ、まあそう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 さあのニューヨークのなんか自由の女神、うん、そう自由の女神もそうだし、あのなんだっけ、なんだかスクエアみたいな、 あれでしょ、ニューヨークのど真ん中、はい、まあ一応、ああここ見たことあるなと思うけど、まあ私あんまり外国旅行はあんまり興味ないんでね、あれなんですけど、でもまあせっかく行ったら見ようってなるでしょ絶対。そうそうそう、やっぱりエッフェル塔も行きたいしな、パリ行ったら、うん、まあまあパリ行ったらせっかくだったらね、やっぱり一応見て、パリだっけ、エッフェル塔って、エッフェル塔パリだっけ、うん、フランスパリ、フランスパリでしょ、フランスだっけ、エッフェル塔、エッフェル塔はフランスでしょ、フランス、うん、フランスパリでしょ、だから、そう、それこそこの間福岡行った時なんて、私もう福岡なんて7時間ぐらいしか滞在しなかったから。福岡って言ったら何ですか、よく見るのは。福岡ドームですか。福岡ドームとか、まあ、いや、そうか、見るものって言ったら何なのかな。福岡の観光地ってどこなの。中洲とか、まあね。そういう飲み屋でしょ。ま、飲み屋、食べ物屋もあるしね。なんかこういう雷門みたいなのだ。ああ、福岡って何だろう。福岡と言ったら。あ、何だろうね。太宰府天満宮、それ福岡じゃない。おお、太宰府天満宮、それ太宰府じゃない。福岡県ではあるけど。うん、福岡だ、福岡市、博多。博多。博多、なんか、なんだろうね。まあそういうやつか、屋台街とかそういうやつですか。そう、なんかキャナルシティ。キャナルシティとかあるよね。キャナルシティ。うん、はい。だからもうこの間行った時なんてもう何にも福岡的なもんも食べてないし、もうだからあんま福岡行った感覚ないよね。そのライブやったのはやったんだけどさ、だからそうっす、もつ鍋とかも食ってない、何にも食べてないですよ。なんかちょこっとちょっとスタッフさんと、あの全然そのライブとは全然関係ないスタッフさんとちょっと、あ、朝あったのに 10時から1時間だけ、ちょっとせっかく来るんだったらどっか時間って言われて、そこしかなくて朝しか、で結局なんか24時間やってるお寿司屋さん入って、まあそこでちょこっとなんか おかずみたいなのを食べたぐらい、でもそれは福岡的なもんじゃないかな、ね、そう、それで、いや、そうだからライブ終わってその後佐賀に行ったから、義経師匠に会いに、でそこで師匠の家で師匠が広島のお好み焼き、うん、を作ってくれたから、それ食べたから、それで次の日、あ、朝一の飛行機が帰ったから、そうね、九州では九州的なものは一口も食べずに帰ってきたね。でもなんかそういうの食べないとやっぱりなんか一個でも食べれば、あ、来たなっていう感覚あるでしょ。だからそういうことなんじゃない、やっぱりせっかく来たら浅草寺見とこうとか、うん、まあわかんないよね、もんじゃ焼き食べとこうとかね、なるほどね、うん、そうなんじゃないね、やっぱり
ですね。だからみんな来るんですよ、やっぱり。そういうもんなんだろうな。うん、佐賀といえば何なの？佐賀はね、佐賀牛と、まあ一応観光地ってところ、佐賀どこなんだろう、佐賀は。ちょっとわかんないね。呼ぶ子のイカとかは美味しいですけどね。イカ、イカがは、あれはもう美味しいですね。はい、山口は山口の宇部。あ、だから山口はだから私あれを食べましたよ。あのそれこそそれはあのご当地のもの、河原そばって知ってる？河原に乗ってるやつ。そう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 。あの食べたことないでしょ。ない。いやもう人生で初めて食べて。本当にだから河原に乗ってんのをなんか食べるだけなのかなと思ったら、あの河原は熱いんだね。焼いてんの？焼いてんの？石焼き的な、だからそばがちょっとカリッとしてんの、その焼けたの。で、そうそう、そんなのも知らなくて。タレとかの？そうそう、それで、つけ麺？つけ麺スタイル？つけて、だから普通のそば食べる感じだよね。河原そばってつけ麺スタイルなんだ。そうそう、焼いたそばをつけ麺。そうそうそう。で、そこに味についたお肉とか、錦糸卵とか、なんかバーってね。肉とか？そう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 。がそれと絡めて、その、まあ、ちょっと甘い感じのさ、タレがつけだれにちゃんとつけて、あ、こういう食べ物なんだっていうの全く知らなかったね。あ、そうなんだ。なんか単なる冷たいお蕎麦がボンって乗ってるのかなと思ったんだけど。河原にね。そうそうそう、そういうわけじゃなく、そう、混ぜ混ぜするってこと、そこで。あ、いや、混ぜずに、混ぜずにさって取って、蕎麦入れて、うん、ちょんちょんってつけて、そうそうそう、もう全部乗っかってるからね。あの蕎麦の上に全部乗っかってるから、そのお肉とかなんだから、それを、そう、別に混ぜるわけでもなく、混ぜるわけでもなく取ってちょんってつる。美味しかった。いやー、美味しかったね。家でやってみようって。そうそう、買ってきたもん。あの河原セット。河原は買わないけど。浅草でね、河原割りやってるから。ああ、確かにあそこで買って。いやいや、別に、いや、まあ、一応ホットプレートでやるんだって、家では。家でも全然やる料理やるし、たまにやるらしくて、ホットプレートでやる。お店だと河原、熱々の河原に乗せて。そう、だからそう、うちの奥さんに、いや、河原そばっていうのをね、食べたからこう買ってくからって言ったら、え、何、河原どうやって持って帰ってくるのって。いや、だからまあ、全然分からんでもないよね、そう思うよね。河原そばっつって、河原どうすんのってね。家、隣の家の河原。河原取ってね、ちょっとお借りしますって。で、雨漏りしてしょうがねえなっつってね、隣の家の人が、なんだよこれっつって。で、そんなこともしませんけど、そんな、まあ、また違うでしょ、その河原と。一緒じゃないの、河原って。いや、まあ一緒か、結局。まあわかんない。屋根瓦の瓦だろ、瓦って。まあまあ、おそらくね。だからそれの、なんか石焼き用なのかな。あれ、わかんない。石焼き用というか、ないか。そうそう。あ、焼いて食べるもんなんだ、瓦そばって。でもそんなのは食べてみないね。山口県行ったことなくて、初めてだったから。そうそう、人生初だったから。確かにね。そうそうそう。そういうの食べると、ああ、山口行ったな。瓦そば食べたよねってなるよね、やっぱりね。そう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 。で、全く、土地感がないからさ、初めて全部見るからさ、街をさ、そうそう、新鮮だったよね。チェーン店っぽいとか、それとも普通のお蕎麦屋さんにあるの、それは。もうそこはなんか1店舗、2店舗ぐらいしかないとこかな。なんか古民家をリフォームして、なんかね。まあでもその河原そば自体は別にいろんなところにある。飲食店で出してるとかね。だから多分タレの味が違うとか、それでそれぞれ違うんでした。もちろんそばも違うんだろうし。美味しかったなぁ、そこ。まあまあ、他のも食べてないからだけど、うん、基本的に美味しいもんだなと思ったね、河原そばって、うん。まあ、最初の印象だよね、正直。あ、まあ、確かに ね、 ね、うん。いや、だからそうそう、あの、東京にあって福岡にない博多ラーメン屋さんとかがあってさ、うん、だからそれはてっきりあるもんだと思ったね、あっちに、うん。もうなんかあっちから来ましたよ感があったからさ。で、なんか何年前に仕事で行った時にスタッフさんに、どこどこってね、あのラーメン屋でたまにね、博多ラーメン食べるんですよねって言ったら、何ですかその店ってなって、え、福岡にないんですかって言って、知らないですよその店って言って、え、東京にしかないんですかって言って、で、そうなんだと思って、福岡出身の人に、あそこのラーメンってどうなの、あんなもん博多ラーメンじゃないんですよってなっちゃって、あ、そういうもんなんだって、こっちは分かんないから、そういうもんだと思って食べて、だから、早期そばもそう、沖縄の現役だ、どこどこの、 あるじゃんっつって、あの早期そばどうなの、あんなもん全然違いますよって。だからやっぱり札幌ラーメンとか、あ、思うもん、あの違って、これを札幌ラーメンとか埼玉ラーメンって思っちゃうんだっていう。いや、新潟でもあるんじゃない、やっぱりなんか、なんだろうな、新潟だとなんだろう、食べ物で言ったら新潟の、うん、だから、そうそう
だから芸なんですかね、初めて食べるからそういうもんだと思ったらみんなそういうもんだと思っちゃうよね。でもまあかそのまあ僕は現地で食べたね、カハラそば、うん、まあだからまあちゃんと本当に多分美味しい、確実に美味しいやつだと思うんだけど、うんうん、そうそう、だから逆に東京でなんかそんなもしお店があって食べてみたら、わあ全然違うじゃんってなるかもね。ああ、なるほどね、うん、そうそうそう、あんのかな、カハラそばとか。うん、あんまりね、カハラそばを食べに行こうってなったことがないからね。まあ探せばありそうだけどね、どっかしらには。水炊きってあんま東京でないのかな。あ、いやいや、お店によってはあるでしょ、水炊きは全然。水炊きも美味しいよね、確かにね。あ、ね、食べたよね、あ、食べなかったっけ。なんか仕事水炊き食べたよね、食べたよね、なんか仕事の流れ。そうそうそう、うん、東京にないでしょって言われてさ、うん、なんか食べた記憶あるから。まあどっかにはね、いや、あったんじゃないかな。まあ今ね、言ってもどこでも食べれますからね、一番美味しいのはね、東京ですから。うん、だって福岡にも札幌ラーメンってあったし、うん、って考えたらさ、まあどこでも食べれるじゃ食べれるんですよね。よくありますね。ね、時計台ってあるの？札幌ラーメン時計台ってさあるじゃん。うん、あ、はい、ありますね。入って北海道にあるの？ああ、いや一応あるからあるけど、今どうなんだろう。なんかね、新宿にあったのはなくなっちゃったけど。あ、なくなったの？あそこのはなくなったけど、多分札幌にあるでしょ。なるほど。はい。そうですね。よくわかりました。はい、よくわかりました。はい、はい、ありがとうございました。